こんにちは。おいしいものが食べたい。よしだよ。今日はね、内臓系のお料理をしますので、苦手な方はねご覧にならない方がいいかもしれない。ちょっとグロいところがありますからね。ほんなら、いこめやさん、このチャンネルではおいしい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、まずはね、こちら、鶏の肝ですよね。これを掃除していくんですけども、ボウルにね水を張って、用意しておいてください。そこにね、冷めたらすぐ、水でどんどんつけてっていきますからね。はい、まずね構造を、ご覧いただきましょうかね。大体の場合なんですけど、心臓がつながっています。これ心臓ですよね。で、肝臓が2つに分かれてつながっています。大きいのと小さいのが大概はあるんですけどもね、まあまあそれはいいとして、ね、まずね心臓を切り離しましょうか。こういうね、まあ、血管みたいなのがあるんですけど、こういうのはちゃんと取り除いた方がいいですね。はい、まずは、心臓の部分ですね。で、ここの油がね、まあ好みにもよるんですけど、私はあんまり入れたくないんですよね。なのでね、ここはこうやってこそげ取っちゃいます。はい、で、お分かりになりますかね。ちょっとこう平べったいんですよね。その向きにこう包丁を入れてやります。で、これぐらいの小ささだったらね、さらに縮みますので、つなげといてやりましょう。はい、そしてねこういう血だまりが出てくるので、この辺はきれいに取り除いていきます。はい、これはねボウルの中に入れていきますよ。はい、今度はこの2つつなが分かれてるので、これまず2つに切りますよね。やはりこの油の部分、これ私はね、まあ、入れたくないですね。これだけをねまとめて串に打って、鶏ホルモンなんて言ってね、焼き鳥屋さんで売ってる場合がありますけどもね。よっ、煮る場合はどうしてもね、なんていうのかな、全体が油っぽくなってしまうので、私はねこういう油の部分は煮る場合はね取り除いてしまいます。で、大きい方でもうどうだろう、2つに切ればいいかな。で、こういったところにね、結構血がね残ってますから、これはこれでねまた味なんだよっておっしゃる方もいらっしゃいますからね、残しても別に問題はないと思いますよ。はい、ではこれも水に入れていきます。この大きさだったら1個でもいいんだけどね、まあ、とりあえず切りますか。はい、こんな感じでね、下処理が終わりました。まだちょっと残ってるな、まあいいか。はい、こんな感じでねちょっと軽くこうもみ洗いをしてあげます。あまりギュッとやると潰れちゃいますからね、優しく。そしてこれをね水 2,3 回変えて、やってください。はい、ではね、何度か水を変えて、そうするとね、はい、ごめんなさい、途中でバッテリー上がっちゃったみたい。大さじ2杯のねお酒を入れて、こうやって軽くね、まあ、全体にまぶすようにして、でちょっと置いといて、次の工程に進んでいきましょう。はい、次はね生姜を刻んでいきましょう。ね、そんなに薄くしない方がいいですね。生姜自体も食べれるように1ミリぐらいかな。はい、今度はね、あんまり小さくしない方がいいので、こんな感じ。これぐらい結構大きいね。
はい、次はね、合わせ味噌作っていくよ。赤だし味噌と砂糖が入ってます。はい、ではこれをね、完全に溶けなくても大丈夫ですよ。軽く、溶かしておきましょう。はい、もうこんなぐらいのね、結構まだ粒々が残ってるけど、こんなんで大丈夫ですよ。さあ、それではね、いよいよ煮ていきますよ。これさっき、お酒に漬け込んだ、レバーと、それから、心臓だよね。これね、そのまま、鍋に移して火にかけます。さあ、沸騰してきましたらね、ちょっとかき混ぜて全体が白くなるようにね、ここで火を通す必要はありませんからね。あんまりグズグズやってしまうと、アクが回ってしまうのでね、こういうのなので、ちょっと静かに、煮た方がいいかもしれないですね。もうだいたいね、7割型8割型白くなればそれで大丈夫ですよ。はい、こんな感じかな。そしたら一度、これね、もう一度ザルにあげて煮汁を捨てますよ。見えるかな。はい、で、こっからなんですけどね、これ一度、こういうところにほら、アクが全部くっついてるでしょ。これ一回水洗いします。鍋ももちろん洗ってね。はい、お鍋もね、こちらの肝もきれいに洗ってきましたよ。あ、まだくっついてるね。どうせまた出るんだけどね、アクはね。でもまあこの、ひと手間がね、やっぱり、お料理なんじゃないかなっていう気がします。はい、お味噌を入れて、まだ火ついてないよ。生姜も入れて、はい、そしてお水を入れます。ちょうどね、ひたひたになる程度がいいね。こんなもんかな。よいしょ、切りがいいところで 150cc 入ったよ。はい、ではここから火をつけていきます。弱火がいいね。はい、こんな感じでね、静かに煮ていきます。はい、沸騰してくるとね、アクが浮いてきます。このアクはね、できる限り取ってやってください。はい、ではね、おおむねアクが取れたところでぐっと弱火にして落とし蓋をします。これでね、しばらく煮ていきますよ。さっと、火が通る程度に煮た方がね、柔らかいんですよ。でも私はね、この味噌煮に関してはね、カッチカチになるまで煮ちゃった方が美味しいと思うんだよね。はい、落とし蓋をして煮始めてからね、だいたい20分ぐらい経ったかな。こんな感じだよ。もう一息冷たいかな。いや、これぐらいでもいっちゃいいんだけどね。さあ、じゃあね、これで、火を止めて落とし蓋をしたままこの状態で冷まします。冷めるときにね、ぐっとこう味が入っていきますからね。はい、じゃあね、盛り付けていきますよ。はい、鶏肝の味噌煮完成です。はい、じゃあね、早速食べてみようと思うんですが、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。じゃあね、いただきます。
めっちゃんこうみや。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかったこれ。うん、過去にどうだろう、2回ぐらい私これ、動画に出してるのかもしれないですね。そのためにごめんなさい、配合違ってるかもしれないですね。私にとってはこれお袋の味なんですね。どうでもいい話なんですけどもね、子供の頃に、やはり栄養価が高いっていうことでね、私たち の子供の頃ってのはとにかくカロリーが高かったりとか、そういうことの方が大事だったんですね。今みたいにね、子供を太らせないためにカロリー制限をしてっていうようなことがなくて、もうとにかくね、栄養価の高いもの高いものっていうことで子供に食べさせたんです。で、こちらのね、鶏の肝、これもやっぱり栄養価がかなり高いものですから、お袋が、味噌煮にして、作ってくれたんですけど、当時私はねあんまり好きじゃなかったんですね。このなんていうんですかね、口の中入れた時のもそもそした感じっていうのも嫌でしたし、もちろんその、肝のね香りがちょっと苦手だったんです。でめちゃくちゃ濃い味で、作ってくれて、それで少しずつは食べれるようにはなったんですけどもね、大人になって、大人になってっていうか、私がもうかなりの、年になってから、ふっとお袋が喋ったのがですね、私は大嫌いだったんだよって言うんですよ。で、子供たちにね、栄養価の高いものを食べさせるために自分が嫌いにもかかわらず一生懸命作って、食べさせてくれたんですね。そんなこんなで、実はその、鶏肝が大人になってから大好きになりましてね、結構な頻度で食べてたら、実はその鶏の肝っていうのが、プリン体をかなり多く含む食材なんだそうですね。で、私もね、そんなこんなで、めでたく痛風になりましてですね痛風贅沢病って言いますけどもね、そうではなくて偏った食事をしてるとこうなるんじゃないかなという気がしましたね。くだらない、すいません、昔話なんかしちゃいましたけどもね、とにかくこの、肝の味噌煮、鶏肝がねあんまり得意じゃない方もね、ぜひ一回チャレンジしてみてください。無理に食べることもないですけどね、嫌いなものをね。いや、ぜひぜひこれやってみてください。本当に美味しいですからね。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。またね。